はい、始まりました。うさぎチャンネル、どうも皆さんこんにちは。長里ゆうきです。今日はですね、先週行われましたなでしこジャパン対韓国女子代表の試合をね、ちょっと振り返ってみたいなというふうに思います。まあちょっと時間が経ってるんですけれども、4対0で日本がね勝利する形となりましたが、まあ先制点取るまではね結構こう時間がかかってしまったかなっていう印象あったんですけれども、まあね、この試合は佐々木則夫監督代行が公式を取った試合となったんですけれども、まあね、メンバー選考であったり、まあ、選手の起用の仕方であったりっていうのを見ていると、まあ、そこまでそのノリさんの色っていうのはこう出さなかったのかなっていう印象を受けました。まあね、前任の池田太監督が主にこう、ね、選考していた選手をメインに、でね、そこにこう国内で、ね、活躍している選手だったりこう若い選手ですね、アンダー20のワールドカップで活躍した選手をですね選んでですね、まあ、この試合におけるそのね、協会としての位置づけっていうのは、その次の監督に移行するまではその今までのチームをこうベースにっていうのはちょっとあったのかなっていうふうに思いました。なので、まあ、何人かねオリンピックのメンバーから外れた選手はいましたけれども、まあ、そこを差し引いても、おそらくそのね池田監督が作ったチームを、基盤としたこうゲームをねやっていこうっていう考えと意図があったのかなっていうふうに思いました。で、一つだけね変わった点があったとしたら、そのシステムですね。まあ、池田監督自体はね3バックで、やる試合の方が多かったんですけれども、まあ、この試合は 4-4-2 ですね。まあ、2トップでも、まあ、結構そう縦関係になったり、しながら、まあ、4-2-3-1 みたいなね、立ち位置を取ってる時もありましたし、まあ、そういった、4バックですねの布陣を敷いた形と、なりました。結果的にはね4対0で、勝利したので良かったなというふうに思うんですけれども、まだまだその以前このチャンネルでもねこう挙げていた課題だったり修正しなければいけないポイントっていうのは、引き続きその辺は変わらずあるのかなっていう印象は受けました。で、まあ、その辺のね詳しい内容に関してはクルーメンバーの動画の方にアップしております。結構こう真剣に考察しているので、まあ、ひょっとしたらねちょっと厳しく言い過ぎてる部分もあるかなと思うんですけれども、やっぱりね期待をしているからこそもっとねこうレベルアップを目指してほしいなっていうところで、私のね個人的な考察をちょっと20分ぐらい喋らさせていただきましたので、ぜひそちらね気になる方がいらっしゃいましたら、クルーメンバーの方に登録していただいて、そちらのね動画をご覧になっていただければと思います。で、まあ、これでね、年内のなでしこジャパンの活動はね終了しましてですね、次回はですね来年になるので、まあ、それまでにね監督が決まることを祈りたいなというふうに思っております。でですね、NWSL がですね、まあ、今週末でレギュラーリーグがね終わります。なので残り1試合ということで、今シーズンは残り1試合ということでシーズン終了を迎えますが、プレイオフにね進出するチームはですね、この後も引き続き、準々決勝、準決勝とね決勝と、まあ、11月の末にですね、まあ、決勝が行われるんですけれども、まあ、残念ながらね私の所属するヒューストンは、プレイオフ進出ならずで、田中選手の所属するユダも、進出ならずで、遠藤選手、スタンボー選手が所属するエンジェルシティも進出ならず で、 ですね、現在可能性が残っているのはですね、杉田選手が所属するポートランドですね、この最終節まで今ちょっと持ち込んでいる状態で、まあ、最終節の各チームの結果によってねポートランドが、進出を決められるかどうかというのがこう決まるという結構大事な週になりますので、ぜひ皆さんですね、このあたりチェックしていただいて楽しんでいただければいいかなというふうに思います。で、杉田選手もこの試合ね怪我明けからちょっとね復帰してくるんじゃないかなっていうちょっと予想はしてるので、プレーオフに向けてねちょっとそろそろねプレー見たいなっていうところがあるのでね、そこはちょっと期待しましょう。で、唯一、プレーオフ進出を決めているね日本人が所属するチームはですねノースカロライナですね、松久保選手、三浦選手が所属するノースカロライナカレッジですね、まあ、プレーオフ進出を決めてます。なので、まあ、来週以降ねちょっと場所によるとは思うんですけれども、ちょっと見に行けたら見に行きたいなとは思っていて、まあ、私もねシーズンもう終わるんでこれで、ね、なので、まあ、その辺ねちょっとスケジュール見ながら現地でねこう取材できたらいいかなというふうに思ってるので、ね、その辺皆さんねお楽しみということで、もしかしたら行けないかもしれないんですけど、できる限りこうねポートランドかノースカロライナですねこう行く方向で、
ちょっとね試してみたいなとは思います。まあ、飛行機の、ね、値段とか ね宿代とかもあるんで、日帰りでねこう行けたらいいなと思ってるので、まあその辺ねちょっと頑張ってみたいと思います。うさぎチャンネル、はい。まあ、アメリカのリーグはねプレーオフに、ポストシーズンですね、プレーオフモードにこう入っていくんですけども、ヨーロッパのシーズンはまだね始まったばっかりですので、ここからね11月12月1月とねアメリカのリーグがねない間はね、ヨーロッパの方にこう注目しながら、このチャンネルでもこう取り上げていけたらいいかなというふうに思っております。でまあ、来年はユーロもあるのでね、まあ、その辺もちょっと頑張りたいなと思うんですけども、まあ、基本的には日本海外で活躍する日本人選手を中心にですね取り上げていきます。であともう少しねこうインタビュー企画っていうのをねやっていきたいなっていうふうに思ってます。この人にインタビューしてほしいみたいな方がねもしいるのであれば、コメント欄の方に書き込んでいただければと思います。私も人見知りなのでそのねお願いできるかどうかわからないんですけども、はい。なので、まあ、そこはね今回オフシーズンそこちょっと頑張ってみたいなっていうふうには思っておりますので、乞うご期待ということでですね、という感じですね。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録を、そしてこの動画へのいいねボタン拡散ぜひよろしくお願いいたします。ではまたね。